私お一人ということで、漬物王に俺はなる。ありがとうございます。はい、今回はこちらでございます。博多ごまたかな、九州産関門食品株式会社様ですね。博多といえば豚骨ラーメン、豚骨ラーメンといえば高菜っていうことなんですかね。私あんまり豚骨ラーメンと一緒に高菜食べたことないんですけど高菜はでもご飯ですよねって思っちゃう。あ、でもほら、ごまの風味豊かな味わいはご飯のお供にぴったりって書いてあるから合ってる、合ってる、合ってる。高菜は九州の特産品として有名です。その本場高菜を入念に選別して当社独自の調味技法で味付けしました。ごまの風味と香ばしさをお楽しみいただける高菜漬けです。ごまはマジでうめえもう外れるわけがないですよ。あの高菜、その原材料ってその多い順に出てくるでしょ、あの食品だけじゃなくて、その高菜の次にごまって書いてあるから多分もうごまたっぷりですよ。ピリ辛ピリ辛ピリ辛しょっぱ甘いみたいな感じです。早速開けてみます。バーン、ペペ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 ペ、あ、めっちゃうまそう。これはごまはね、健康にもいいですしね。えいえいえい、これはあれだね、おむすびでもいいしね、チャーハンでもいいしね、このまんまでも面白いし。ごまたかな、あ、ちっちゃくちっちゃく唐辛子も刻まれてるけど見えない、みんな飛ばしすぎで、ね、実食いただきます。これはもうでも、もう食べる前からわかるよ、美味しいもん。うん、辛い辛いわだから私辛いのダメなんだあ、でもこれはうまいわ。ちょっとご飯ください。ありがとうございます。入ってないのに結構辛い、うん、美味しい。なんだろう、塩味辛味甘み酸味って感じかな。これはね、でもね、私はやっぱりご飯がいいな、これはご飯がいいな。豚骨ラーメンに入れたら、だってこれ旨味がとんじゃわないの、やったことないからわかんないんだけど、そんなことないのかな、旨味が増すのかな。ちょっと今度食べてみよう。刃物はあまり音が出ないですよね。思ったほどごまの風味がもっとこうバーンとくるかと思ったんですけど、全然そんな強すぎず。あー、これはうまいわ。これは美味しいですね。これはやっぱり私は白いご飯だと思います。ちょっとどうぞ。まあでもね、大体白いご飯なんですよ。私そんなにお酒も飲まないし、飲むお酒は甘いのが好きなんで、これはもう白米ですよね。チャーハン、うん、あー、チャーハンね、うん、なんかやっぱちょっとその炒めると辛みが飛ぶからね、お子様も食べられますよ、うん、ほらでも美味しいですよね。美味しい、すごく美味しい、美味しい美味しいんですよ。多分辛いのが好きな人はチャーハン、キムチチャーハン、キムチ高菜チャーハンとかにするとすごく美味しいのかな。おにぎり、おにぎりも美味しいと思う。中に入れてもいいし、あえたやつも。でも圧倒的にやっぱ米ですよね。米米
ごま油とかで炒めるだけでもそうね、ごま油で炒めたらめちゃめちゃうまそうですよね、うん、これね。なんだろう、なんか私あんまり辛いの好きじゃないんですけど、これくらいはすごく美味しくいただけます。これでもやっぱ圧倒的に白米だな。まあ単体で食べてもいいし、アレンジの幅がすごく広いですね。何にでも作れそう、使えそう。危ねえソファーがずれちゃってね、ソファーがね。まあでもうまみとね、塩味と酸味とこうバランスが結構良い感じなので、まあ辛みもありますし、全国の方におすすめできますね。これは九州の方はもちろんですけどね、博多の方ももちろんですけど、美味しゅうございました。俺はラーメンに入れて食べるよっていう方も、この動画が面白かったと思う方も、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あとおすすめのお漬物あったらコメントお願いします。また見てねー。